ジャンドエルトが無差別級で優勝した1951年ヨーロッパ柔道選手権大会での表彰式。中央は河合氏三木之助。ヨーロッパ柔道選手権大会はヨーロッパ柔道連盟が主催する柔道大会。1933年までにドイツでヨーロッパ柔道連盟が結成される。1934年には ナチスドイツのドレスデンでヨーロッパ選手権が開催された。国際柔道連盟はこれを第一回大会としている。フランスにも招待があったが、フランスの柔道家たちは反発し参加しなかった。戦後の1948年にロンドンでヨーロッパ柔道連盟が再建されると、1951年にフランスのパリで、 男子個人戦と団体戦のヨーロッパ選手権が改めて開催されることになった。書籍、柔道大辞典はこの大会を第1回大会としている。以降毎年開催され、1975年大会からは女子の大会も始まった。2011年からは各階級で各国2名まで出場できるようになった。しかし、2013年からは 男女共に代表が各国最大で9名までに制限された。2015年2月にエジュは4月にスコットランドのグラスゴーで開催される予定だったヨーロッパ選手権の中止を公表した。イギリス柔道連盟が UFC と提携して今大会のスポンサーになったことはエジュが設けている評価基準に合致しないとして主催のイギリス柔道連盟から 大会の開催権を剥奪することとなった。UFC と契約を結んだことは、エジュが有する価値観にそぐわないという。エジュの判断を受けて、UFC がスポンサーから降りても、この決定が覆されることはなかった。なお、6月にアゼルバイジャンのバクで開催されたヨーロッパ競技大会が今大会を兼ねることになった。 開催地を変更したことに関して、ヨーロッパ柔道連盟会長であるロシアのセルゲイ・ソロベーチックは次のように述べた。スポーツはいくつかの人間的価値を有する。スポーツは人間的価値を高める社会の手助けをすべきだが、MMA と手を結ぶことはそのケースに当てはまらない。さらに、MMA はスポーツでなくて、一種のショーだと発言すると、対戦相手に、 馬乗りとなって頭部に打撃を加えるような競技は若い世代の教育に悪影響を及ぼす。柔道の大会を通してこの類の団体を宣伝するのは好ましくないとも語った。2016年4月にロシアのカザニで開催されたヨーロッパ選手権では開催国のロシアが国交のないコソボの選手に対してコソボの名の下での出場を当初拒否したものの 交渉の結果認められることになった。2017年の男子団体戦の3位決定戦で、アゼルバイジャンとウクライナが対戦すると、アゼルバイジャンが3連勝したために一旦は3位が決まった。しかし、副将のママダリー・メフディエフが、すでに自チームの勝利が決まっていたことから、試合開始直後に、ウクライナの選手との対戦を放棄した。そのため、 一度上に上がった選手が試合を放棄した場合はチーム全体が失格になるというルールが適用されて結果としてチームは失格処分となり5位に終わった2018年の大会でジョージアチームは1993年に新生ジョージアとして初出場以来初めてメダルを一つも獲得できずに終わったこの結果を受けてコーチ陣は辞任したまた バルラーム・リパルテリアニーやアブタンディル・チリキシビリなど、ナショナルチームのメンバーは、ジョージア柔道連盟会長のダビド・ケフヒシビリが、辞任するまで大会にもトレーニングにも一切参加しないことを決めた。2020年の大会は、当初5月初めに開催予定だったが、新型コロナウイルスの影響により6月下旬に変更された。さらにその後、 11月に開催されることが決まった。2010年のヨーロッパ柔道選手権大会で授与されたメダル。ありがとうございます。